彼らの目的は何だろう。確かオペレーションスピットブレイク。このアラスカ基地、地球連合軍最高司令部、通称ジョシュアの制圧作戦だよ。ザフと地上軍に大半がつぎ込まれてる。一気に戦争を終わらせるためにね。それを一網打尽にするのがサイクロプス爆弾なの。簡単に言うと特大のマイクロ化学専用装置。初熱で周囲の水分を振動加熱させる。であの大きさと数を爆発するまでぶん回したら。まさかマイクロ破壊熱でこの基地どころか。そう、周囲10キロはクレーターになる。まだまだ被弾した。このくらい。小隊長さん、アレリア君急いで。サイクロプスが稼働したら敵味方関係なく全滅だよ。テリア一刻も早く脱出しなきゃいけないのに。そこまでして戦争がしたいのか。ザフト軍は自爆のことは知らないんだよ。ハレルヤ、世界の悪意が見えるようだよ。アリオスガンダムのブレイク反応。この歪みを生んだのも僕たちの責任なら、今の僕には戦う理由がある。ザガンダムマイスターが消えた。自分の意志でブレイクアウトしたの。でもそんなことが。サクラ、問題があるの。大丈夫。さあこの先にアークエンジェルがいるはずだよ。ガンダム、何かあるの。こいつでどうだ。キュッ。すぐに撤退だ。たとえジャブロを落とせたとしても、それで戦争が終わるとは思えない。アークエンジェルが撃沈。それにアプサラス3。アプサラスってジオンのモビルアーマー。その最終型だよ。どうしてここに。それに様子もおかしい。ほどきなさい。無用な争いはしたくないのです。機体の安定が保てない。オートパイロットになってるみたい。もともと彼女が一人で乗る機体じゃないし。もう私にできることはないというの。私はギニアス兄さんの人形なんかじゃない。本来は仲間を脱出するためにお兄さんと一緒に出撃するはずなんだけど、その人が制御が効かないモビルアーマーでアークエンジェルを撃墜した。招待者さん、もうミッションは崩壊してるけど、アプサルス3だけでもブレイクアウトしよう。アデル、クソ、まだか。このポイントか。八正体出るぞ。第 08MS 招待。じゃあこの角のないガンダムは陸戦型ガンダムの回収機エクストラプレイト、シロー天田松陰の BG8 だよ。これブレイクミッションへの強制割り込み。まさか彼女を助けるために。松陰が敵味方で分かり合おうとした相手ってアイナさんなの。八正代、通信を開け。
ジオンの新型モビルアーマーを撃破するんだ。これだけは言っておく。絶対に死ぬな。ユノ、サクラはバックアップ。了解です。あなた勝利。アイナサーリンなんだろ。覚えていないか。俺だ。シロウアマだ。生きているなら返事をしてくれ。シロウ、シロウアマだ。覚えていてくれたか。無事でよかった。また会えるなんて思わなかった。アマダ少尉、この基地はもうすぐ自爆します。救出を急いでください。なんだって。ボルカー、まだなのか。そこ、アプリ。シロ、このままでは。嫌だ。死ぬのも生きるのも二人一緒だ。俺は仲間がいる限り絶望なんてしない。絶対に。でもここからのブレイク修正は不可能。どうやってブレイクアウトするか。もう撤退してください。危険です。諦めるな。希望はある。アマダ少尉、そんなこと言ったって。アイナ好きだ。シロ、シロ。アプサラス3がブレイクアウト。 EG8 も一緒に。どうやって。 すごいこと言ってたけど、これってチャンスでしょ、サクラ。そうか、私たちもブレイクアウト処理を。みんなは俺が守るよ。俺は生きる。ここがラスの市街地だね。状況がわからない。急ぎましょう。ちょっと待って、ブレイク反応。三日月オーガス、これだけは言っておく。絶対に死ぬな。うるさいな。聞こえてるよ。そんなの当たり前でしょ。こちら TLR 支援する。ガンダムマイスター？プトレマイオス2は宇宙世紀にはいないのに。こちら、ソレスタルビーイングサポート部隊、トレビーまで誘導します。ケイリアール、よろしく頼む。お願い。
アローズのジンクス。このミッションをブレイクインしてるのはガンダムマイスターをはじめとした西暦2300年代のモビルスーツ軍ね。ラサの戦いに介入されたりしたらまずいよ。アローズの卑劣な行為を黙って見ているわけにはいかない。ティエリアさん、トレンディを探す前に力を貸してください。目的が同じであれば共闘は合理的だ。小隊長さん、マイスターと一緒にアローズを押し返す。市街地へ急いで。ガンタンクの配置急げ。遅いぞ8小隊。私たちが08小隊の役割をしなきゃいけないみたいだね。今目の前の敵のことだけを考えるんだ。了解です。ガンタンクを守りつつ確保撃破よ小隊長。仕掛けさせてもらうぞ。いただく。ガンタンクだ。モビルスーツ隊、展開しろ。アイナ様のためにもここで足止めする。なんだ、ここは抜かせん。あっという間に2機ランバラル隊のブフじゃない。あれは再設計された B3 タイプ、本物のエースのためのモビルスーツ。ジブやガンタンクが危ない。死守する。怯えろ。スクリーン。マシンの性能を生かせぬまま死んでゆけ。弱いごと。小隊長、飲まれちゃダメ。ゼロ八小隊がいない今、私たちが全部隊で敵を叩け。テクノ陣形を崩すぞ。平地人、つまりアースノイドの別称だね。重力に魂を縛られた地上人。宇宙と地球、住む場所が違うだけなのに人類は変われないのか。なぜ人類は分かり合おうとしない。キュエリアを…この程度か。次で終わりだ。おい、
知るのも時間の問題か。撤退する。ルフの離脱を確認。まだなのか。くそ、まだか。まだ衝撃なのか。肝心な時にやらせるか。やる。そこだ。まだなのか。あ、敵の増援です。アローズのジンクス。敵が増えようが関係ない。待って、この状況を見ているイノベーターがいる。なんだと。気をつけて、いつ仕掛けてくるかわからない。どこだ、どこに隠れている。ギャッ、このザくそ。捕らえた。どいてくれる。無駄だ。やらせるか。負けたのか俺は。うわー、いくぞ。うわー、落ちる。どいてくれる。邪魔、隙だらけだ。邪魔、一息に飛び込む。に背いたことをあの世で後悔するのだな。また攻撃してくるか、イノベーター。小隊長さん、あのモビルスーツはガラッと。接近戦が得意な機体だから注意して。それにしても高みの見物とは趣味が悪いね。人間はどうしてこうも愚かなのか。誰かを守るために戦いをバカにしないで。貴様は許すわけにはいかない。我々の障害となる敵は殲滅する。殲滅する。やるな。無謀。邪魔。まだなのか。死体が。まだやれるぞ。不要な存在は排除する。まだ動く。邪魔。衝撃なのか。相手が誰であろうと我々の敵ではない。そうやって人を見下し続けるから分かり合えない。イノベイターのこの態度は人間より優れた能力があるかも。イオリア計画の最終目的に関係あるんじゃないかな。イオリア計画、なぜか伏せられているその目的か。くそ、まだか。この程度。やらせるか。これ以上先には通さない。僕は自分の信じた道を歩む。愚かだと言われようが、がむしゃらなまで。やらせるものか。ティエリアさんの気迫がすごい。うん、彼には人事じゃないんだよ。え、ガンダムマイスター、それとも一息に飛び込む。
早々に終わらない。まだやられるわけには。まだやれるぞ。パンチに値する。殲滅する。当てる。潰せ。不要な存在は排除する。ジールバズーカ。そこだ。キャッ。逃がしはしない。食に比べた。ガラキだ。避けない。やってくれる。しかしこれ以上はやらせん。邪魔をするな。ティリアさん、無理しないと。正体とか、フォロー。でやー。やらせるか。キャッ。嘘は倒産。何？敵にこれほどの力があると。人類を導くのではなく、人類と共に未来を作る。それが僕たちイノベイドのあるべき道だ。今何て言ったの？もしかして彼は。ガンダムマイスターの謎は正しい歴史の中で知った方がいいかな、ヨネさん。惜しいな。終わりはない。早々に終わらせる。やる。これ以上はそれだ。ガラ空きだよ。ここは倒産。まだなのか。これ以上はその程度。くそ、まだか。不要な存在は排除する。もう持てないのか。そこだ。早々に終わらせる。こんなところで。